という感じですね。ということで大阪難波に来ましたよ。まあここもね、新しい駅です。まあ大体ね、あの上野町からこっちまで開業して延伸して、それから特に阪神と繋がってからね、かなり、すごく新しい駅になってます。ここはちなみに2面3線なんですよね。で、特急でみたいなね、特急でしたよ。あの一気なしに栄えてるんで、非常に慌ただしいです。いやー、やっぱね、すごい人ですね。年末の大阪ですよ。年末の大阪ですよ。週末の大阪ですよ。そりゃ人いっぱいいますよね。まあ、一応ターミナルですけど、まあ、そこまでね、ターミナル感もないところですからね。どっかで降りてね。まあ、ちなみに駅中もすごいですよね。ナンバーは駅中もすごく広い。これ全部駅中ですからね。すごいね。こんなに駅なかったら、ね、ドライスルーネって、まあ、需要があるのかって言ったらあるんですよね。こんだけ人がいるんですから、そりゃね、あるんでしょうけどね。特急はね、ここから乗りましょうね、っていうね、案内出てますね。基本的には、ここから阪神方面に特急が出ることはないですからね。これも安いね。こんな駅のど真ん中とかでもちゃんと安いもんな。年次郎、まあ、とにかくこれ全部駅中です。改札がそこですからね。いやーすごいな、本当にね。まあ言うてもね、ナンバーはね、もう何回も来てますからね。とはいえね、あんだけのね、特急料金払うわけにもいきません。ね、大阪メトロで行くとね、行けることはなかったか。ね、大阪メトロだとこっちか、ナンバーから電脳230円か。確かね、あっちの方が安いはずですけどね。まあ今回は JR 使うと思います。実は私 JR のね、ナンバー駅ってね、いかがしね、20年ぐらい前に1回来とるはずなんですけどね、全然もう記憶にもないあれですからね。せっかくですからね、 JR 行きましょう。それはペンですね。上りも下りもあれですね。階段使わずに行けるようになってるんですね。なんか不思議なもんで、大阪に来るとこうやって一人でわーって喋っとってもね、なんか行けますよね。なんか名古屋でこういうことやっとるとちょっと恥ずかしいなって感じがありますけど、なんでしょうね。多分ね、結構喋り声が多いのかなっていう気はしますけどね。電車とかで乗っとってもスマホ見てる人って半分おるかおらんかですもんね。ね、この前東京行った時っけ、みんな、ね、二人連れの人とかでもみんなね、スマホ見とって、お一人を喋るなと思ったら大阪から旅行の人やったっていうね、そんなオチがありましたけど、めっちゃ関西弁やと思ったら、これどっち乗ってたらやろとかってね、完全に大阪から旅行の人になっていうね。あ、ってことで JR に乗ってきましょう。あ、ちなみに考えてみて、これも JR のね、ターミナル駅ですからね。JR は意外と少ないですからね、ターミナルの構造になっとる駅ってね。よいしょ。三重県内でターミナルの構造になっとるのって鳥羽駅。あ、そっか、鳥羽駅しかないんか。そう考えると今日ちょっと抑えつきましたね。ちゃんと抑えてるじゃないですか。やってますよ。これ、ちゃんとこれで動画でなんとかつなげれるな。よし。で、こっちから行ったら、これ天王寺160円よね。大阪メトロでやっぱ安いよ。何円安い ?40 の70円安いよ。大きいね。よし。じゃあ、これで行きましょう。まあ、ヒーコが使いますけどね。チャージしよう。まあ、でも、アフの場所からどうしような。王子行き。30分。あ、10分後。ちょ、時間じゃないですか。ちょっと中見てね。ああ、ちゃんと通れた。よーし。言うて、ヒーコがですからね。何の問題もないはずですから。1234、どっちから乗ったらええね。みんなこっちに行くってことはこっちやな。うん。2面4線あんのこれ。どういうことなの、地下のね、ターミナル駅の人じゃないです。本当にね、何倍か知らないんですよ。意外とどこかないんですよね、ここ。多分、ちゃんと探せばあるんでしょうけど、おお、なんか来てますね。おお、ガンガン来てますね。向こう側も長い方面のやつが来てますけど。うわ、めっちゃ混んどるで。ほら、ちゃんとターミナル駅ですね。とりあえず、ここで終わりなんで。2面4線取ってあんの？取ってあんな。
温泉湖ってあるんですね。おお、さすがですね。もう王子までいただきません、ね、天王寺まででいいんですよね。ここもどっかで消えてるはずですけどね。向こう方面、向こう方面かね。まあ、こんな感じです。それで天王寺に着きましたからね。まあ、ずっと君もこんなとこに報告出してたのに、こっちでいいのか。ふわっとこっちに来たけど、風もたからね。ああ大丈夫だよ、こっちや。こっちもやっぱ立ち飲みのあれがあるんですね。まあこっちの方はね、そういう。もう一度触れてください。あ、160円に来ましたね。よし、 OK。順調じゃないですか。いや順調ではないですけど、もう8時だよ。8時じゃねえや、もう8時40分か。これはまずいな。とりあえず阿部の橋までは来ましたよと。あ、まあここはね天王寺駅ですけど、まあ、こっちもねでかい駅ですから、あれでしたね、あっちの、ここもねターミナル構造の櫛形のね高騰のところがあったんですけど、行っときゃよかったですね。ちょっとさすがにフリーパスじゃないんで、もう一回入ることはできませんけど、まあ、あそこはあそこで有名ですからね、何かしらで見る機会あると思います。まあ、ここが、南というかね、南というとどっちかというと、ね、南蛮の方ですけど、まあ、でもここもやっぱ阿部のハルカスね、できてから、大きく人の流れが変わったところの一つですよね。大阪阿部の町、またの名を、天王寺ですね。もう1回だったんですね。ちなみに阪海電車は奥の方ですね。あれ阪海電車乗った時はまだカメラ回してなかったでしたっけね。多分そうですね。去年の夏とかにこの辺り1回ぐるっと回ったことあるんですけどね。ちなみに阿部の町がですね、駅名はこっちもね、十分の字ですけど、なんか普段地名で使うのはこれじゃないですよね。人弁の方のなんかあの倍の字ですね、1倍2倍とかの、倍の字を使うっていうので、実は、結構そういうようなのがあるっていうのはね聞いたことありますけどね。どこまで行けるかなんですよ、ここから阿部の町 でとりあえずね友達からも電話かかってきてるんでね、そのあたり処理もしないといけないんですけど、さあということでね、これ阿部の橋のね地下通路の方から入っちゃいましたけどね、まあ、ここから行きたいと思いますよ。よいしょ、よいしょ。さあここから動きましょうね。さあ撮ってなかった、慌ててやったんでね、ああ見とったらとりあえずデラックスシートが取れましたんでね、これで行こうと思いますよ。深沢神宮前ね、とりあえず9時46で、まあ、ここからやったらとりあえず八木がその辺りまでは出れるですよ。でその辺りからちょっともう一回出れるという想定で考えましょう。ブラックシートです。これ綺麗なんですよね。こっちか、読んで向こうじゃ、こっち固めましたね。狙い目としてはね、ここなんですけど、ね、とにかくね、こっちの方までやる。で、もう4時まで帰りませんから、この時間からだと、間に合わない。焼きね、焼き駅まで出て、こんな辺り探そうかなと。とりあえず、快活クラブかな。思ったことないんですよね、この辺り。狙い目としては、ここ。橿原店。背のっぺかで入りますけど、これが入っちゃえばいいんですけどね。こっちもできるかなんですけど、八尾なんですよね。近鉄八尾のあたりにいます。店舗があるんですよ。電話で押さえれたら押さえた方がいいんですよ。こっちちょっと高いんですけど、こっちも書きつけ完全コストがあるんですよ。ここか、あとは筒井ね。ここには大和甲子山店。ここは
りあえずね、改札がまだ空いてそうなんで、そこ狙っていきたいんですけど、ね、どうもこれで行った方がいいみたいですね。あの急行の止まらない駅になるみたいなんで、逆に言うとそれが穴場になってるのかもしれません。よし、そこの最大時期で行きましょう。ハジヌイ、なんてやった時、あ、これカサヌイってところで降りたらいいみたいなんでね。あ、これで赤くれてすぐですみたいですよね。はい、ってことでね、とりあえずね、今ね、笠上駅ってとこに来ました。橿原市らしいんですけどね、とりあえずここでね、からちょっと歩いたところに、満喫が、快活クラブがあるんでね、そこで、とりあえずね、あの予約はできない、ちょっと先着順にはなるらしいんですけど、今のところ空いてるらしいんで、ちょっと急いでそっちの方に向かっていこうと思います。あんまりちょっと言うと読み取る時間はないな。ここでね、今ね、埋まっちゃいましたって言われたらね、本当に野宿しかないですからね、多分。この辺り多分他に何もないでしょうからね。よいしょ。よし。通りました。渡って南側の方に来たし、とりあえずパッと地図見ただけなんでね、私もほぼほぼ山間できますけど、あ、こっちはこっちで改札があるよね。よいしょ。走ったことがない。お、なんか動いとるな。お、お、分断か。あれですかね。試運転ですかね。定期的にね、やっぱりディーゼルエンジン温めないとね。エンジンがね、いざ緊急出動するときにね、あれかからんくなったわって言うんじゃいけませんからね、ああやって定期的に動かしに来るんですよね。こっちの方角でつると思うんですけどね、ちなみにまあまあ距離はあるはずなんですよ。どっかでね、もう一本幹線道路の方に入らないといけないはずなんですけどね。これで、これね、国道24号線ね、この通り沿いにあるのかな。見えた。向こうに看板がちらっと見えましたね。そう、快活クラブはね、持ち込みは自由なんですよね。鍵付個室は飲食はできないですけど、もうとりあえずオープン席パッと立てさせてもらってね、それでいいんじゃないかなと思ってます。ということで、ね、ついついね、動画撮影忘れて歩いてきちゃいましたけどね、これね、さっきの動画がどうなるともうすぐですね、ここにね、カラオケ屋さん出てくると、これがコート大中、快活クラブね、ということで、さあ、あとは席の確保です。よいしょ。はい、ってことでね、なんとか無事部屋確保しました。鍵付き防音個室のね、こんな感じね、フラットなところ、よかった。で、やっぱり広いですね。よいしょ。これならゆっくり寝れますし、あとね、これは私知らなかったんですけど、店内飲食ね、飲食店にしようと思ってたんですけど、正確に言うと買ってきたやつはいいらしいです。買ってきた飲み物や食べ物はここで飲食していいらしいですけど、この店で提供したやつね、ここの店でフードを注文してっていうやつはここで食べちゃダメなんですってね。多分これあれですね、旅館営業とかそっちの方になってしまうってことなんでしょうね。風営法のね、あれっていうので、そう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 、あれややこしいですよ。まあ変な話ね、お役所の、ね、法的解釈云々のところだけですからね、お役所がいともつけられたらおしまいっていうね。まあ、そんなんばっかりですよね、本当に。はい、おはようございます、山寮ですよ。分かってるもんね。いや、あ、声が結構裏返ってますね。いや、ね、まあ言うてね、爆睡しとったみたいでね。今日はですね、12月29日に、変わりました。日曜日になりまして、今ね、朝の6時59分も7時ですね、やっちゃいましたね。実はね、6時ぐらいにはね、出るような、ね、つもりでおったんですけどね、爆睡しちゃってましたね。でね、一つね、気をつけないといけないというか、まあ、常識的に考えればね、分かることなんで、私ね、朝一回ふらっと目が覚めたんですよね。一回ファッと目が覚めて、ハッと見て、
あ、まだ暗いわ。あ、もう全部真っ暗にしてましたんでね。そう、あ、まだ暗いわと思って、そのままふっと二度寝したんですけどね。バカですよね。この部屋ね、鍵付き防音個室って外窓がないですからね。朝の日差しが入ってくるわけないんですから。電気消しさえしておけばね、真っ昼間だってね、真っ暗なんですよ。それを忘れてね、あ、まだ日が残ってきてないで、まだまだ余裕やなって。考えてみたら、今の日の出の時刻って6時ぐらいですから、うん、あの、全然ね、ダメなんですけどね、その考え方でも考えてみたら。あら、そうやんとね、今ね、起きて、あれ、まだ暗いかと思ってね、時間を見てね、やってもうたーっていうね。これやったらね、9時間パックのね、料金に、しちゃった方が安いのかな。うん、よいしょ。それでもう今出ても、30分後に出てもね、変わりませんのでね。よし、じゃあもうちょっとゆっくりと準備して出ようかなというところですね。まあ朝食とモーニングサービスに使ってもいいんですけどね。まあそれに多分この後出かけたらね、また出先でね、いろいろとね、食べるものがあったら食べたいですからね。ちょっと胃袋は朝は余裕残せるとか、私あとあんまり朝食べないんですよね、うん、はい、ということでね、快活クラブを出て、まあまた、さっきの、昨日の出てきた笠の井のところですね。まあ朝なんでこっちの方が工程分かりやすいんじゃないですかね。笠の井の方行きたいと思いますよ。でそこからまたね、動画の企画のスタートってことですね。まあ時間も時間ですから、ちょうどね、実はこの笠の井っていう駅、今から向かうね、ここがね、俵本の隣なんで、もうこのままね、俵本線とかあっちの方もね、行っちゃおうかなという予定でおります。本当は俵本線の方に、ね、ちょっと昼間に行きたかったんですよね。ちょっと食べに行きたいところがあったんでね。まあこの辺りもだいぶ霜がついてるの分かりますかね。いや、今朝方やはり相当冷え込んだんですね。幸いまだ氷は張ってないみたいですけどね。いや、張っててもおかしくないような寒さでしたけど。よいしょ。朝もっと早く起きとれば、もしかしたら、氷張ってたかもしれませんね。どうでしょうね。この時間に張ってなかったら大丈夫なのかな。なんかね、駅前という距離ではないんですよね。まあ歩いたらまあまあありましたってね、お店の方と思ってたらそうですよね、って、いう会話をちょっとしてましたけど。やはり、あくまでもね、店のコンセプトとしては、ロード店舗、郊外型店ですからね、実際、マイカーのね、車で行くような方がたくさんでしたね。駐車場はもうほぼ満車と。第一駐車場の方なんかはもう本当に満車でしたね。ただ席数はね、特に鍵付き防音個室はね、だいぶと、ブックポストなんかあるんですね。あ、これはあれですね。普通に図書館の返却がここでできるんですね。これは便利ですね。あ、でも42分に最大時期が来るんで、これに乗ってしまえばいいですね。よし。向こう側の改札ありましたけど、ここから連絡もできるんですね。八木方面、橿原神宮の方に。なんか音楽は。なぜ蛍の光なんでしょう。一日が終わる感じですね。こっから流れとるんよ。何なんでしょう、この音楽は。なぜ蛍の光が朝から流れるんでしょうね。73歳でした。
謹んでお悔やみ申し上げます。以上で放送を終わります。はい、ということですので、もう私も全く面識もありませんかで、お悔やみ申し上げますと、そういうことですよね。もうですので、蛍の光が流れてたんですね。朝からあれなんですね。朝にそういうね、町内の、告別式の、放送とかが駅の構内で流れるんですね。これはびっくりしました。町の、そういった、サービスというんですかね、みたいですね。まあ、今日はたまたまお悔やみ情報だったということだと思うんですけど、ね、多分町のいろんなイベント情報とかをお知らせするのに、もしかしたらもう、ね、普段は、もっと明るい音楽でピンポンパンポンとかでね、やるかもしれませんけどね、まあ、内容もね、内容だということでね、こういった放送になっとったのかなと、何せ初めて聞きますんでね、予想しかできませんけど、奈良県、田原本町ね、笠野駅ですね。はい、大丈夫ですね。もうすぐ隣が田原本駅なんです。